さっきあの「タフなままだ」っていうのを彫、はい、られてましたけれども、はい、なんか手っ取り早く作れるおすすめのマンシーフーフドあ私結構好きなのは、えー、とまあ多分既存の多分食べ物になるかもしれないんですけど、はい、えと食パン食パンとマヨネーズと溶けるチーズと,、えー、とあとベーコンと卵があればできるんですけど、はい、食パンにマヨネーズ塗って。うん ブラッックペッパーかけて、うん、でまずフライパンの方になんか溶けるチーズをこう丸くドーナツ型に配置して、はい、その真ん中の空いたところに卵を割って、うん、まあちょっと焼くっすね。はい、でそこにさっきのマヨネーズの面を下にした食パンをバクシッあ間違えたベーコン忘れてたベーコンも焼きます。はい、でそこにブシッってやってでちょっと焼いてこう形を抑えながらやるとチーズが全部ちょっとこんがり焼けて。うん それをパーンってひっくり返すとめちゃくちゃもうおわーみたいな。